富岡鉄裁、屋敷跡石碑、富岡鉄裁は、明治、大正期の文人画家、受学者、教員、日本最後の文人と謳われる。歴史学者、考古学者の富岡健三は長子。千円企業図1919年資本着色京都法医省11、や、天米富岡忠忍の次男として生まれる。幼名は不明。ユータスクを通称とし、後に、 道すばる、同説と称し、明治の初め頃、一時名を鉄ッとしたが、しばらく後百連に改名。字を無見、号を鉄ッ別号に、鉄人、鉄師、鉄掛けなど。耳が少し不自由であったが、幼少の頃から勉学に励んだ。はじめ富岡家の科学である、関門神学を、十五歳頃から多くに高まさに、国学や勤労思想を、岩垣月衆らに、 漢学、陽名学、詩文などを学ぶ。二層の大田垣蓮月が少年であった鉄祭を児童として育て、人格形成に大きな影響を与える。安政二年十八歳頃に女流歌人、大田垣蓮月にに預けられ訓導を受ける。翌年、南北豪派の久保田行高、大隅南港に絵の手ほどきを受け、南画を、小田海線に、山和絵を、 浮きた一景に学んだ。文久元年には、長崎に留学し、長崎南河派の祖門鉄、王、木下五久も、小曽根剣道らの指導を受けた。翌2年、山中誠一と出会いをきっかけに、画業で生形を立て始めた。この殺し塾を開設。藤本鉄石、板倉園児道、エマー前、松本慶道、平野国臣らと交流した。 一心後の30歳から40代半まで、大和国石上神宮や泉国大鳥神社の神官を務めた。この頃、大和国の式内社会よる、ナルビーの地神社を復興している。ザウの名である、万刊の書を読み、万里の道を行くを実践し、日本各地を旅した。明治7年には、松浦武四郎との交流から北海道を旅し、アイヌの風俗を題材にした。 代表作、旧江ぞ風俗図を描いている。30歳で、中島かよの娘と結婚。長女が生まれるが妻とは死別。後に再婚し長男を授かる。明治14年、兄、伝兵衛の死に伴い教徳する山地に転居し、終わりの住処とする。教育者としても活躍し、明治2年、私塾立名館で教員になる。1875年には、 山梨県甲府市を来訪する。滋賀県に本家があり、甲府柳町に醸造所と営業所を構えていた野口家と鉄斎は交流があり、明治8年と1890年に山梨県を訪れている。明治8年には南北町時代の南町の皇族、飲良新王の足跡を訪ねて、長野県飯田市に滞在し、駒金から公園を経て山梨県へ入り、 にらさき市経由で、甲府へ至る。同年7月19日には、富士山へ登頂し、7月21日に、甲府へ戻ると8月5日まで滞在し、甲府し佐香織の坂織宮へ参拝した。その後、市川大門で、名簿家の与田高下区を訪ねると、山梨県を後にし、鎌倉、東京を経て、京都へ帰る。明治23年の旅では、 同年4月に京を経つと6月まで東京へ滞在し、八王子駅まで鉄道を利用し、八王子から甲府まで馬車、徒歩で旅し、天目山や慶徳院など、武田やゆかりの地を訪れた。さらに再び、坂織宮を参拝すると、6月14日に甲府柳町の野口家に到着している。山梨県滞在中は、エリンジや小仙郷など史跡、名称を訪れている。 野口家の当主、野口正忠は鉄支を、はじめ数多くの文人と交流し、収集した、美術資料は十一夜コレクションと呼ばれる。また、野口家と同じく、甲府城下の横金所町に店を構える、ご福祉、大木家の当主である、大木京明は、正忠や鉄支が、明治八年の旅で訪れた、与田隆氏と交流があり、今の命も、数多くの美術資料を収集した。 大木家の美術資料は、大木家資料と呼ばれ、カイサルハシズなど多くの鉄砕作品を含んでいる。明治26年、京都市美術学校で教員に就任し、明治37年まで修身を教える。明治42年2月20日、塗血して、異潰瘍と診断される。異潰瘍を病んだ後は、食事にも工夫を凝らし、それまでは、うなぎとそば、小芋を好み。 調理も辛味の煮付けを好んだとされるが、70歳以降は、熱情を常食とした。大正13年をみそか、持病であった、胆石症が悪化。京都の自宅にて没する。去年89。岐八89歳の作画業は年を重ねるごとに、次第に認められ、京都青年会が研究会展示会の評議員、京都美術協会委員、 京都市立日本青年会が共振会顧問、提室議芸員、帝国美術院会員と順風満帆だった。この間の明治29年に、田野村直入、谷口愛、山田と日本南画協会を発足させ南画の発展にも寄与しようとした。また、今尾経年を通して、橋本画法都知器となり、明治関東画団との交流も深まった。鉄斎は、 多くの展覧会の審査員となったが、自らは一般の展覧会に出品することはあまりなかった。明治30年以降、自らが評議員である日本漫画協会に定期出品している。三所出品という形で、大正9年聖徳大子魚紀仙300年記念美術展に外をバズを出している。また、大正11年大阪高島屋で個展を開催している。 最後の文人と歌われた鉄斎は、学者が本職であると自認し、絵画は余儀であると考えていた。また、自分は意味のない絵は描かない、自分の絵を見るときは、まず三文を読んでくれというのが口癖だったという。その画風は、博学な知識に裏打ちされ、主に中国古典を題材にしているが、文人画を基本に、山東絵、仮の葉、林派、 大杖など様々な絵画様式を加え、極めて創造的な独自性を持っている。彼の作品は生涯で1万点以上と言われる。80歳を過ぎて、ますます流星で、色彩感覚のあふれる傑作を描いた。生涯を文人として貫き、その自由で奔放な画風は、近代日本画に、独自の地位を築き、梅原龍三郎や小林秀夫らが絶賛。日本のみならず、 世界からも今なお高い評価を受けている。兵庫県宝塚市の清志工人清澄寺の鉄斎美術館と西宮市の辰馬高校資料館に多くの作品が収蔵されている。彼の土壌を成したもの、字の余白に、芥川清読売新聞2014年1月25日15面、磯田道文、無視の日本人文芸春秋、2012年、 330から338ページ。ABCDEFGH 山梨県立美術館。編、大木コレクションの名品。1992年。110から111ページ。宮本よ美、歴史を作った人々の健康法。生涯現役を貫く。中央労働災害防止協会。2002年。105から106ページ。官報第百4 5 8号。 大正6年6月12日、ありがとうございます。